イカです。エコです。ネラです。ヒナです。ピンク。ピンク。ラテ。ビー。ビー。あ、ありがとう。イエーイ。イエーイ。面白いね。今日はちょっとアリアが別のお仕事の都合で来れないんですけど、4人で企画をやっていきたいと思います。では早速今日の企画をやっていきたいと思います。今日の企画は自己紹介リレーです。イエーイ。はい。今からみんなに1人ずつピンクラテの自己紹介というかアピールポイントを1人ずつ言ってもらいます。で今日は4人なので4人を5周やります。でルールを1個追加します。1人1個ずつ5周話していくんですけど、トップバッターの人が言ったことより2番目の人はちょっと長い言葉で説明してください。だから4番目の人結構難しい。でもう1個ルール追加します。途中で噛んだら、そのターンはもう一回やり直し。なので滑舌よく喋ってください。わかりました。前の人がめちゃめちゃ長かったら長いのも言わなきゃいけないし、噛むのもってなるから。そうそう、だから後の人がちょっと難しいけど頑張っていきましょう。はい。1周目はじゃあネイナ、ヒメか、エコ、ユナでいこうかな。はい。うわよし、では自己紹介リレー、スタート。あ、レナ、どうなし。みんな優しい。みんな優しい、7文字。あ、じゃあ言います。はい。みんな面白い。8文字、ギリギリ。じゃあ次、エコー。はい、はい、それぞれ個性豊か。10文字。じゃあ次、最後、ユナ。はい。え、ちっちゃいつとかって数えますか？数えましょう。はい、わかりました。じゃあ、一緒にいて楽しい。11文字、ギリギリセーフ。あ、よかった。じゃあ、1周目成功。よし、じゃあ次、2周目いきます。2周目はさっき言ったこととは違うことを言ってください。はい。1周目で出たワードは使っちゃダメ。ワードってみんなとかは、みんなとかは大丈夫。さっきユナ11文字だったんで12文字以上ですね。じゃあ次はヒメかユナ、エコ、レイラでいきます。いきます。はい、お願いします。はい。コーデの参考にしやすい。14文字。14。よし、じゃあ次ユナお願いします。はい、ちょっとわかんないけどいきます。はい。自分の意見をしっかり持っている。17文字。17文字クリア。じゃあ次エコ、17文字以上お願いします。はい。カズレイトのメリハリが19文字クリア。じゃあ2巡目の最後、レイラお願いします。はい。まだ撮影に慣れていない私を26文字成功。じゃあ2巡目成功です。これあと3周。そうだよ。うわ、作文みたいになりますね。よし、じゃあ3周目はエコ、レイラ、ユナ、ヒメカの順でいきます。はい。はい。じゃあエコさん26文字以上でお願いします。3周目スタート。はい。考え中でいきます。はい。ヘアメイクさんもピティさんもラビーさんもスタッフさんみんな優しい。長っ。37文字。そう、エコー。ごめんなさい。よし、じゃあ次レイナ37文字以上お願いします。はい。はい、わかんないけど、
ます。お願いします。メンバーみんな撮影の時に優しくて明るくて面白い。31文字。あ、失敗。失敗でーす。3週目やり直し。やった、まだ1人目でよかった。確かに。じゃあエコからお願いします。26文字以上。はいはい、お願いします。ちょっとわかんないんですけど、はい、メンバーそれぞれの誕生日ケーキのセンスかな。24。ギリダメ。失敗。失敗。3週目やり直し。今なんとなくで言ったらダメだ。2文字足りなかった。じゃあ26文字以上リベンジスタート。はいはい。撮影の時、みんな一生懸命、していますよ。なんと25文字。2文字足りない。もうちょっとワンランク眺めてみて。じゃあもうめちゃくちゃに詰め込んでいきますよ。はい、お願いします。すぎない。わかんない、もう適当に見てるから。もう2人ちゃう。ピンクラジ TV に関わっているみんなはピキーズのみんながとにかく大好き大好き大好き。やばい。42文字。よし、じゃあ次レイダー42文字以上でお願いします。さっきより多い。どうしよう、ごめんよ。文化コメントでピティさんが大変だよね、こうなったら。確かに。最初から意外と長かったから。もう作文だね、こうなったら。そうですね、もう100文字くらい行ったら。そうね。もしくはあのエピソードトークね。もう読売ランドに行った時にとか、なんかそういうのを入れるしかないね。ああ、そうですね。うん。そう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 。いけそうですか？はい。はい、お願いします。マスト。メンバーみんな私服がそれぞれ個性があってとってもとっても可愛い。どうぞ。35。エコからやり直し。頑張って。どうしますか。ピーティーズのみんなのことが大好きで大好きで大好きで、おかえ大好きで37文字。大好き減らせばよかった。大好き、一回減らしてもよかったね。よし、じゃあ次、レイラさん、37文字以上お願いします。頑張って。頑張れ。はい。わかんない、いただきます。お願いします。ピンクプラテ TV のメンバー、全員がそれぞれ個性があって、私服も可愛い。39文字。ギリセーフ。絶対ここでもう何もしよう。よし、じゃあ次ユナさん39文字以上でお願いします。はい、いきます。メンバーみんな新しいことに前向きにたくさんチャレンジをしようとする、力がある。どうでしょうか。すごい。43文字クリア。やった。じゃあ最後ひめかさん43文字以上お願いします。ピ
ティーズは毎週金曜日と土曜日と毎日配信している長期休み期間が楽しみで、メンバーは撮影するのがいつも楽しみ。53文字成功成功なんですが、4週目53文字以上でお願いします。じゃあ姫かレイラエコユダでいこうかな。4週目姫か、さっき自分で言った53文字を超えてください。あ、めっちゃ詰め込みますね。流行りに敏感で、おしゃれで、ストイックで、意外と真面目で、明るくて、思い出があって、みんなが好きで、お菓子やって、でお願いします。58、ギリギリセーフ。よし、じゃあ次、レイラさん、58を超えてください。はい、ピンクラテ TV メンバーは全員撮影の時に笑顔でできているのと、あと優しいのと、みんなを笑顔にできるのと、何でも全力で取り組めると。77文字成功。じゃあエコさん、77文字以上でお願いします。頑張ります。はい、お願いします。じゃあエコがめっちゃ詰め込みますね。はい、ピンクラテ TV も最高だけど、ピンクラテのお洋服も全部毎回可愛いウェブの撮影で新作のお洋服を着れるのがものすごく楽しいから、みんなも買ってって90文字成功。ちょっと待って。じゃあ頑張ります。お願いします。今4週目ですね。あともう1週。ちょっと待って。はい、じゃあ行きます。 PTEs の皆さんはいつも優しくて応援熱誠一や嬉しい言葉をかけてくれて、本当にいつもありがとうございます。これからもピンクラテ TV を見て、ウェブのページも見ていただけたらとても嬉しいです。いつもありがとう。大好きです。はい、どうでしょうか。108だと思うんですけど。117ですね。117成功。よかった。でも最後5周目いきますか。じゃあ5周目はレイラ、ユナ、エコ、姫かでいきたいと思います。はい、いきましょう。最後、はい、はい、お願いします。ピンクラテ TV メンバー全員はとっても優しくて、みんな可愛くて、個性がたくさん出てて、
みんな仲が良くて、ビティーズ思いで、いつも撮影の場所を楽しく盛り上げることができるのがとってもすごいので、ベラもそうなりたいです。かわいい。お、121文字成功。おすごい。では次、はい、ゆなさん行きましょう。121文字以上でお願いします。はい、はい、した PTE さんはいつもおしゃれで爪がすごくかわいくて、いつも撮影の時にいろんな準備をしてくださって、でも ダミーさんはいつも可愛く写真を撮ってくださり、ありがとうございました。あ、ちょっとありがとうございます。すれ、きめかちゃんはすごく面白くて場をすごく盛り上げてくれます。アリアちゃんはスタイルが良すぎて、ポージングも見せ方も洋服で、本当に見習いたいところが多いです。これ最後までいくとすごそうなんですけど、これぐらいにしとかない？アリアちゃんに止めておきます。マリネーやばそうだよ。なんかちょっとところどころ怪しいところあったね。いや見逃してください。見逃してください。ユナ、怪しいところあったんで最後に一発芸お願いしようかな。いいよ。わかりました。なんと、はい、出ました、193文字。やばい。原稿用紙ってない。あれですね、エコと姫かパイセンにプレッシャーをかけましたね。ではエコパイセンお願いします。はい、ピンクラテ TV のインスタのアカウントもピティさんとラビーさんのとても良いセンスが輝いている素敵なインスタになっていて、メンバーの5人も卒業したメンバーの方々のインスタにもそれぞれのこだわりがあり、みんな毎日チェックしています。そしてPD さんのこまめな SNS の投稿は私は大好きで、PD のみんなのハグ付けしてくれている投稿も本当に嬉しいです。なのでみんな SNS、 YouTube も TikTok も Twitter もインスタもチェックしてほしいなと心の底から思っています。なのでよろしくね。よろしく。よし、行きますよ。お願い。え、そんな言ってない気がする。これどうしよう。こうやってありがとうございます。お願い。おお、出ました、270文字。クリア。やばい。最後じゃあ姫が270文字以上、もうちょっとした作文ですね。ピンクラテについて作文を書くって感じ。いきます。ピティーズは優しくて私たちのことを思ってくれて、インスタや
ツイッターでピンクラテ TV を広めるための活動を企画してくれたり、加工画をたくさん作ってくれるので、学校から帰ってくると自分のインスタのタグ付け欄が溜まってて、それを見るのが楽しいのと、DM のリクエストは1ヶ月で消えるのにどんどん溜まってるから、みんな DM してくれているんだなと思ってほっこりできます。あとファンレターやプレゼントをわざわざ自分のために届けてくれたり、私たちのために自分の時間を費やしてくれて嬉しいです。 SNS の更新頻度が低くてもずっと待っててくれて、投稿すると待ってたよとか言ってくれて心配してくれるので嬉しいです。いつもありがとうございます。そしてこれからも応援よろしくお願いします。大好きです。ゆめかよい。素晴らしい。これはもう来ましたね。書くな。集計中ですよ。はい。マジで本当にお願い、これでさえ一瞬やり直しだったよ。でもやばいよ。最後結構頑張ってさ、大好きとかさ、ひめかよりとか突き出したよ。確かに。でも噛まなかった。よかった。出ました。お願い。先ほどのひめかの回答。393文字。成功。すごい。すごい。お疲れ様でした。達成感半端ないね。やばいです。ではでは、ユナさんがちょっと途中怪しかったので、最後ユナさんの一発芸で締めましょう。締めやるんですかこれ。お願いします。ちょっと待ってください。じゃあ剣道3連発いきます。はい、はい、イエーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。よかったよかった。よかったよかった。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、通知オン、よろしくよろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。